分かってはいましたが、正式発表されるとグッとくるものはありますね。 J リーグ公式より役員改選に関するお知らせが発表され、野々村義和氏が次期チェアマン候補者として発表されました。正式決定は3月15日開催予定の定時社員総会並びに同日の理事会決議を経てのようですが、記報通り野々さんがチェアマン内定となります。6代目のチェアマンとなりますが、 J リーグでのプレー経験がある初のトップとのことです。皆様ご存知の通り、野々さんは2013年にコンサドーレの社長に就任すると債務超過に陥っていた経営を改善、ベトナムの英雄レコンビンを獲得し、 J ではいち早く東南アジア戦略を推し進め、2014年には小野伸二選手を獲得して注目を集めました。売上高は毎年右肩上がりで、2016年には J1 昇格を果たすと、その後も J1 に残留し続け、2019年にはルヴァンカップ準優勝とクラブ初のタイトルまであと一歩まで迫る躍進。就任時には3億円程度だった強化費も18億円を超える規模へと成長。今や札幌はボーナスステージどころか、武者監督のもと J リーグでも最も尖った超攻撃的サッカーを展開する前衛的な危険なチームへと変貌しました。野々村さんの手腕に疑問符をつけるサポーターはほぼいないのではないかと思われます。J リーグのトップに立つことで J 全体が革新されより良くなるものと信じています。サッカー界どころか他のスポーツ界にも好影響をもたらすかもしれません。ただ J リーグも課題が多くて、解決しなければならない問題も少なくはないですから、就任直後から大忙しになると思います。代表スケジュールとの兼ね合いにより日程調整ですとか対応に問題があったと断言できるくらいのまずさを見せたパワハラ問題ですとか、いろいろとあるかなと思います。さて話を札幌支店に戻しますと、そんな超ラスワンなトップが抜かれてしまうことは大きな痛手です。それ以上に精神的ショックが大きいですね。経営やクラブの方針、方向性などは三上 GM がいますので心配はしていませんが、今日までの数年間、我々札幌サポーターは野々さんと共に歩んできたわけで、その旗印となった野々さんがいなくなってしまうことが寂しくて仕方ありません。チェアマンになる以上、特定のチームを贔屓するわけにはいきませんから、仮に札幌がタイトルを獲得しても一歩引いた立ち位置からのコメントにはなりますね。現チェアマンの村井さんも実は浦和が大好きらしいですしね。その割には浦和に制裁金ペナルティ出しまくってましたけども、野々さんは道内でラジオ番組も持っていますが、今後はどうなるんでしょう。 J リーグラボもどうするんでしょうね。チェアマンとしても出演を続けるんでしょうか。そうなると毎週毎月チェアマン自身の口から積極的に各種情報を発信されると、それはそれで画期的ですよね。そうなることを期待したいですが、果たしてどうでしょうかね。チェアマン就任について徹底的な慣行令が敷かれていたようで、今の今まで何も話せない状況となっていた割にはメディアに情報が漏れまくっていて、この就任についても知ってた速報状態でしたので、その点から改善してもらえればなと思います。他細かな話題となりますが、小野伸二選手が札幌と生涯契約を結んだと報じられました。引退後も札幌に残って何らかの形で関わりを持ち続けるとのことです。現場でコーチや監督を目指していくのか、ハワイ CRC のように広報的な役割を担っていくのか、スカウトになって選手の発掘に関わっていくのか、現時点では全く分かりませんが、今後も小野伸二選手とのつながりが続いていくのはクラブにとっては大きな財産になるでしょうし、素直に嬉しいことですね。今シーズンの陣容も固まりつつありますが、まだ不明瞭な人たちも残っております。まずは練習生としてキャンプに参加している西大吾選手、2月5日までに判断を下すとのことですが、果たして札幌復帰は叶うのでしょうか。そしてウケチクガブリエル選手、今はどこにいるのでしょうか。状況が全く分かりません。最後に長峰コーチ、札幌を退団している可能性が高いですけれども、それならば行き先はどこなんでしょうか。これらはね、速報を待ちましょう。野々さん、よもださん、
茶の切符と長年札幌を支えてきた人たちが去ってしまって激震が走った今オフでしたが、別れがあれば新しい出会いもありました。興梠選手がやってきて、ガブリエル・シャビエル選手がやってきて、そしてもしかすると戻ってくる人もいるかもしれません。ノロさんもいつか戻ってきてくれるかもしれない。歩みを止めることなく我々も前を向いて進んでいきたいですね。本日は以上となります。この動画が面白かったよ、参考になったよと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。